初等教育教員養成コースでは、子どもの可能性を引き出す創造性豊かな小学校教員の育成を目指しています。なのでペア、あるいはその辺でね、2から4人ぐらい、人と話すのがあまり悪い、人と話すのが上手ですね。そういうことで、友達からのね、2からです。自分の良さ、地図であることを、こんな場面でこんな時にで、誰かが困っている時に気づけるようになれるように頑張りたいと思います。肩をこういう風に下で絶対持っとけ、頭から落ちることはない。はい、ぐーっと縮こまって、それでせーので。1年次と2年次で小学校教員としての基礎的な能力を育成した上で、3年次からは得意分野を持つ個性的な教員を養成するために、学習開発実践専修と初等カリキュラム専修の2つの専修に分かれます。学習開発実践専修では、特別活動や生徒指導の力量を高めることを目指し、初等カリキュラム専修では教科の指導力を高めることを目指します。